MECGPT マルチモーダル大規模言語モデル、自然言語を用いたヒューマンマシンインタラクションの実現、ロボットの視覚言語命令の統合推論を可能に。産業用ロボットの利用は従来、専門的で時間のかかる作業でした。ロボットにタスクを実行させるには、専門知識と数日から数週間にわたるプログラミングデバッグが必要で、多品種小ロットの製造業、複雑なサービス業、家庭内のニーズには対応できません。MECGPT により、ロボットが自然言語で与えた指示を理解し、視覚や図面などのマルチモーダル情報を統合して推論し、タスクの実行方法をインテリジェントに決定します。プログラミングや専門知識が不要で、誰でも自然言語を使って迅速にロボットに複雑なタスクを実行させることができます。ロボットは一般的な物品を認識でき、オペレーターは自然言語でロボットに特定のカテゴリーの物品を処理させることができます。さらに、MECGPT は視覚情報と自然言語のプロンプトを統合して推論を行うことも可能です。MEC マインドが開発した高性能 3D カメラ及びソフトウェアは、ロボットの目と頭脳の役割を果たし、正確な3次元データを取得し、物品の種類と位置を認識し、動作経路を計画します。MEC マインドは現在、50カ国以上で1万台以上のスマートロボットビジョン製品を展開しており、製造業や物流業で幅広く利用されています。これにより、10万種類以上の物品を処理し、豊富な実データと経験を蓄積しています。現場で蓄積した大量の実データと自律的トレーニングにより、物品登録や事前のトレーニングなしでロボットに達したような物品を保持させることを実現しました。さらに、仮想環境を構築することで、より豊富なトレーニングデータを取得しています。これを踏まえて、MEC マインドは MECGPT を利用し、ロボットに自然言語で与えた指示を理解して、オペレーターの意思を把握する知能を注入しています。視覚や図面の情報を統合して複雑な推論と意思決定を行わせることで、より複雑なシナリオに対応し、ユーザー指定のタスクを実行させることを目指しています。従来の産業用ロボットのプログラミングデバッグ方法に比べ、MECGPT を使用することでロボット使用のハードルは大幅に下がります。これにより、頻繁なモデルチェンジが必要な製造業や物流業、サービス業における複雑で変化の多いシナリオにも対応可能になります。MECGPT は特定のハードウェアに限定されず、様々なロボットやツールに適用して多種多様なタスクを実行できるため、より広範な活用が可能です。MECGPT により、あらゆる産業で誰でも簡単に使用できる知能ロボットが生み出されることを期待しましょう。